いけませんぞ。また黙って飛び出していかれましたな。けれどオズワルドが無事で何よりじゃった。オズワルド様は大丈夫、落ち着かれました。よかった。ご主人様がご無事でよろしゅうございましたね。どうじゃね、オズワルドは。今はゆっくりお休みになっておられます。そうか。一つお尋ねしてもよろしいでしょうか。ん？オズワルド様が死の国の女王と何か関係があるように言う者がいます。それは、育ての親に売られたのさ、魔剣をより強くするために。オズワルド様、まだ起きられてはなりません。願い通り、黒い剣士は呪われた力を得た。交わされた契約の対価を得ようと死神どもはそこいらに潜んでいる。俺の力のついえる時を狙いながらな。ああ、なんという。魔剣がある限り死神は恐れて俺を連れ去ることはできない。しかし力は自身をも呪いで追い詰めるんだ。危ないところだった、礼を言う。だが炎の国へどうして。グエンドリン、オニキスと何を話した。あなたの追いつけを守らず飛び出してしまったことはお詫びします。でも私はただあなたが心配で、じっと待ってはいられなくて。君が俺を。私、あの、王女様。お前はお父様の部隊の。お伝えいたします。ラグナネイブルは新女王を率いる妖精軍に大敗し、コルドロの血を奪われました。まさかそんな。王は、王はご無事ですか。王団員様は魔弾を身に受け、王城には戻られたものの、傷は深く剣を取ることもかなわぬ状態です。このままでは敵は勢いに乗じて首都に攻め込んでまいりましょう。王女様より献上された指輪も奪われてしまいました。俺が送った指輪を君は。全ては魔王の目論み通り、俺は飛んだ道化だったということか。待って、私は本当に。王女様、今は王国にお戻りになり、王団員様にお力添えを。お父様のもとへ戻れませんけれど、王の娘としての責任を果たすために戦いましょう。そう王にお伝えしてください。一人で敵地に乗り込もうというの？
死にに行くようなもの。指輪を取り戻せば戦況は変わるわ。父のために。彼のために。あの人を失うのがこんなにも恐ろしいなんて。失いたくない。
ここで妖精相手に。なんだか、他にご注文はございますか？かしこまり。以上。ありがとうございます。
かしこまりました。他に。かしこまりました。ありがとうございました。おお、人間だ。すごい森に迷い込んじゃったよ。ここが話に聞いた妖精の森か。Thank you.
っ